ありがとうございます。亀さん、お疲れココ、ありがとう。ただいま。いっくん、ありがとうスタンプ、ありがとう。ちょっとこれ外したいなと思って今頑張って格闘してる。今日いっぱい食べた、ロケット朝ごはんと。パセリかわいい、やった、ありがとう。読んでくれたの PR 舞台の本、ありがとう。陣内さんお疲れ、スマンテさんかわいい、ありがとう。陣内さんありがとう、ありがとうね、本読んでくれて。みんなも読んだら感想教えてくださいね。今ちょうど届いた、お、じゃあこれから読むの、ゆっくり読んでね。ストチャラのロケじゃないよ、私は絶対言われるだろうなと思った。私はストチャラのロケじゃないです。バラちゃんありがとう。行基さんと会ってないよ。こんばんは。よいしょ。和之進さんブーケありがとう。これからたっぷり読みます。たっぷり読んでください。たっぷり読んでね。感想ツイートしました、あ、ありがとう。でも今ねツイッターがバグってて、あの検索しても出てこないバグで、ちょっとねヤフーのリアルタイム検索から調べんといけんから、また後で見ますね。ツイッターね昨日ぐらいからバグってるんですよ。なんか世間的に、なんか全国的に。昨日さ配信中にユナユナから LINE が来たって言って配信止めたと思うんだけど、それもなんか検索しても出てこないっていう LINE で、で私も今日なってて出てこなくて、だからヤフーのリアルタイムでねパセリ、あのネットパセリメール見てます。こんばんは。トシさんアイスありがとう。今日はここでお団子してました。今日はね外でロケだったから暑くなると思ってまとめたいですってメイクさんに言ったら、ロケバスで寝れるようにこっちにまとめてくれた。ゆうたくんお断り10個、レインボースター5個、ありがとうございます。ありがとう。じゃあどこ赤派で、うん、赤派と赤と黄色派です。2種類派です。だいたい両方食べます毎日。バラちゃんバラありがとう。こんばんは。私今寝起きなんですよ。ロケバスで爆睡してて1時間ぐらい寝起きでこんな声ガサガサです。ほうほうほう、青、昨日ソラハさん食べてた。初めてジャイアントコーン食べるって言ってました。アルフォートさんお断りです。青好きなの？青、私食べたことない気がするんですよね。食べてみようかなって思うけど結局いつも赤か黄色食べちゃう。うっかりあんこさんお断りです。春坊さんアイスありがとう。クロさんお疲れありがとう。ここに来るとアイス食べたくなる。いやそうだよね、絶対そうだよね。なんならポセリの顔見たらアイス食べたくなるよね。青は中に生チョコが入ってるやつですね。でもパゼはねチョコのアイスよりバニラが好きだからね。赤が黄色が好きです。こんばんは。チョコのアイスはもう口がチョコってなるから、アイスはバニラ、バニラ選びがちです。こんばんは。お疲れ様、水曜日明日から折り返しだね。
ンゲナットのジャイアントコーンのやつはあれはティーだから食べない、食べてない。メネギさん、レインボースターじゃなかった、ラブレターありがとう。またなんか新しい名前になってる。こんばんは。新しい名前になっておるよ。今日もよく眠れそうです。クロさん、アジサイ、トットさん、似合う10個ありがとう。これこれ今ほどいたんだよ。似合う？じゃあ今度これにしようかな。ダサくないこれ形が。ちょっともうちょっと下にしたらいいかな。やっぱまとめた方がいいかな。こうやってしてたけど痛くて、引っ張られて頭皮が痛くて。カズノシンさん、トートイ、クワドリさん、しずく、ありがとう。ちょっと一回ほどこ、頭皮が痛いですこれ。パソリ、あのね、で後で自慢したいことがあります。なんだろう、パソリに自慢することってもう限られてくるけど、なんだろう、教えて、また後で教えて。前来さん、芍薬、いっちゃん、かわいい、ありがとう。芍薬もありがとう。ほい、ほうほうほう。福ちゃん、お疲れ、ここありがとう。はすごいすごいぞ、ほどきました。こんなにうねうねになった。お疲れんこんやっほー。すごい髪型になっちゃった。まとめよう。山崎さん、お疲れ七子、ありがとう。ね、バブリーになっちゃった。ですフ編み込んだらこうやってね、うぬうぬしちゃうんですよ。ふくちゃん、しずく10個ありがとう。あ、今日放課後ホームルームだったの。平日にあるんだ、お疲れ様。今日のメールのコーデ、今日はこのハイウエストの T シャツに汚れてもいいズボンで着てくださいとやったから、汚れてもいいレッスン着の黒のズボン、そして UV カットの白の上着です。今日は私服ロケでした。メネギさん、アジサイありがとう。クロさん、しずくありがとう。こんばんは。今日はツイートに豊見橋が溢れた、思った、みんな載せてた。へそ出しじゃないよ、中にちゃんとシャツ着てる。へそ出しはもうねダメです、そんな簡単に肌を見せるもんか。イモースじゃない、イモースでもセトチャラでもないよ。今日ね、オキさんのメール読んで、絶対にショールームでどちらのわけですかって聞かれるだろうなと思ったら、案の定始まってすぐ、始まって1分も経たないうちにコメントでストチャレって来たからでしょうねと思いました。こんばんは。へそだし、みんなへそ好きなの。カッツンさん、レインボースター6個ありがとう。今日の髪はメイクさんです。ちなみにこれはほどき後です。カズノシンさん、ラブレターありがとう。
そへそへそはもう大きさに出してもろてよいですかね。へそ担当でお願いします。山崎さん、かわいい6個、黒さん、食欲、福ちゃん、アジサイ5個、ありがとう、ありがとうございます。そうだよね、 STU はねもうあの秘めてますから。あー縦になっちゃったやばい、縦になっちゃいました。ポン、こんばんは。今日はねお昼ご飯がね16時半ぐらいだったんですよ。だけんね昼夜ご飯って感じで、なんかしかもがっつり食べたんよ、そのロケの中で。だからさ夜ご飯は控えようと思ってアイスだけにしました。絶対お腹空く気がする。そう結構ゆっくりな時間に昼でしたね。またその何かはまだ言えないのでまたお知らせするんですけど、出るときにそれがから あこれねってなると思います。結構がっつりだねってなると思います。かっつん、くま、ありがとうございます。おずさん、花束10個、わわうさん、アイス、アイスじゃない、お疲れ5個、おずさん、アイス10個、いっちゃん、あじさい、ありがとう。金ピカピカトランペット、あもうダメ昨日からこの配信中も歌っちゃう。昨日は何時頃寝た、昨日はもう配信終わって23時半には布団にいたんですよ。23時半には布団にいたけど、そう寝たのは結局何時だったかな、1時半とかくらいかな。ソルハさんがアイス食べたいって言ってコンビニに行ったちょっとめちゃめちゃ遅くなっちゃった、うん、昨日は一人でねいたんだけどね、危ないからついてた。毎回の田島キャンプ、あれはほのたんさん、うん、こうやってコメントをねしてたらね LINE の通知押しちゃって LINE 開いちゃいました。うん、コメント見てるだけなのにこうやって当たった、だから電波どうこうじゃなくて LINE です。しんいちさん、芍薬ありがとう。いつかコンビニのアイスコーナー食べきれるまで帰れませんえー食べれるかな。最近私はもう減りましたよ、だいぶアイスの量。山中湖ぶち上がろうな、ぶち上がろうなそのぶち上がる、ぶち上がるっていう日本語ある。じゃあぶち上がっていこう、あげあげでいこう、楽しもうな。去年はね急遽代役で16人だったけど、今年はもともと発表された16人だからすごく嬉しいです。ハッピーです。こんばんは。ジャイアントコーン5個買い占めた。5個すごいね、5個。この前ねスーパー行った時にねアイスコーナーに寄ったらね、ジャイアントコーンの前であの女性の方が、結構年配の女性の方がね、ジャイアントコーンカゴに10個以上、多分もう
そこのショーケースにあるごと買ってて、20個ぐらいあったのかな、10個か20個ぐらい、なんかそのぐらいの、10個以上あったよね絶対。そのねアイスコーナーのジャイアントコーンの箱を空にして帰ろうとしてて、でも1個だけ買いたかったから、しれーって横から近づいて1個取って買った。ちょっと気まずかった。ね、すごかった。私もしてみたいわ大人買い、かっけーぜ。かっつんタコ10個ありがとうございます。いっちゃんレインボースターありがとうございます。すごいね。しんいちさんしずくありがとう。カズノシンさんありがとう。セブン限定のシルクマン、シルクマっていろんな種類あるよね。小豆入ってるのとないのと、どんなやつだろう、何が入ってんだろう。すごいよね大人買い。私は何買ったことあるかな、大人買いないな。どれくらいの規模だったら大人買いっていうのかな。みんなは何、何が好き。めねぎさんラブレターありがとう。ただいま。あ、CD かそうだよね、みんなみんなはそうか、 CD だった、 CD、 そうだよね、そっかそっか。お話し会の件ね、それ大人買いだよ。ああ漫画全巻買い、かっけえかっけえ、それはすごいよ。私はね漫画はね 4,5 キャラぐらいかな揃ってんの。チョコミミと 4,5 キャラは集めてたけど、なんだろうね、私のお母さんはコナンの漫画をねちっちゃい頃、私がちっちゃい頃ね集めてたけど、途中からもう集めなくなっちゃったキリがなくてもう集めてないですね。私が小学校ぐらいの時まではねコナンの漫画が最新刊が出るたびに本屋さんに行って買ってたんだけど、最近はもう買ってないね。あ、ガチャガチャ、ガチャガチャ大人買いは強い、目的のやつが出るまでってことでしょ。コンビニくじラストワン賞、ラストワン賞目当て。こんばんは。コナン、コナンって今何巻出てるんですか、あれって。何巻出てんだ。おみくじ大人買い、やばおみくじ大人買いして何するの、何してんの。あー、 ST の間違いくじね。それはもうあれはね推しメンが出ないじゃんね。しかもシークレットが全メンバーじゃないところがちょっとあのずるいですよね推しメンがもしかしたら出るかもって、推しメンのシークレットあるかもって思って引いちゃうっていうずるさがある。ついつい引いちゃうんだよねあれ。みんなも弾いてね。こんばんは。最新のやつはあれだ、新衣装だね、今年の新衣装。こんばんは。パセリのインタビュー泣きました、イエーイ。読んでくれて嬉しい、ありがとう。何回も読み返してください。パセリのお気に入り紹介もしてるし、パセリのターニングポイント紹介もベスト3発表してるし、なんかねターニングポイントね PR 舞台って言いたかったけど PR 舞台以外でって話だったからあの3つを挙げてます。でも年代何年って書いてあるよ、何年何月って書いてあるんだけど、何年ってとこ見たら全部同じ年数で
でも一番はやっぱ PR 舞台だよ。でも PR 舞台の本だから PR 舞台は前提として他にありますかっていう話だったから、じゃあこれとこれとこれですって話したらそれになってました。読んでください。誰がおすすめ、みんなの順番に読むのもありだけど、パセリ最後に読むっていうのもありだし、パセリ最初に行くっていう、みんなはさ好きなものを先に行くタイプ後に行くタイプ。私は日によるけど日によるタイプだけど、今回のこの本は先に行きました。先に行くタイプだったよ。あ、感想文、読書感想文書いてください。みんな夏休みになるし、もうすぐね、世間は夏休み、みんなはあるか知らないけども、私はないけども、読書感想文待ってます。クードさん、アイスありがとう。パセリ5番目に読んだ、なんでそんな中途半端5番目に読んでくれた、ありがとう。同時に行くタイプ、さっきと後と、じゃあ途中まで読んだら違うメンバーに切り替えなきゃね。内容多いよね。そうなんよ。読書感想文待っているよ。待ってるからね。トゥ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 ルトゥルルルトゥルルトゥ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 ルトゥルルルトゥ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 ルルルルトゥ。もうずっと頭でノイミスの流れる。なんでかって言ったら絵の前にさグッズ置いてるからさ、それ見ると脳内再生されちゃう。視界にちょっと入れないように頑張るね。別にテンションが高いわけでもない。歌普段こうやって口ずさまないから、あ、パセリテンション高いなと思うかもだけど、そういうわけでもなくて、普通に今寝起きでテンションは結構低めです。どちらかって言ったら低めだけど、もう勝手にノーミスで歌ってくるんですよ。真面目に文を読んでたら写真が全く頭に入らなくて、わかる。そうなんですよ、文読んでたらさ写真、そうなんだよね、文を先に読んで写真を後から見るか、写真をじっくり見てから文を読むか、どっちがいいんだろうね。同時は絶対に無理ですね。絶対に無理です。だってね、もう脳みそがね文だけ追いかけちゃうのだから無理だと思います。いっぱい読んでほしいな、みんなに。こんばんは、たくさん読んでください。しんいちさん、ハートギフトありがとう。ディフ、ディフね、出るのかな。私出れたらいいな。去年はね、あのね、去年は PR 舞台出たけど16人も出た、代役だったかな。もう去年のさ記憶がさ、もうすごい怒号の日々すぎて、もうなんか頭の整理ができないまま過ぎ去ってったけど、去年はね永田しおりさんとね棋譜でね花だれを一緒にステージで歌ったんですよ。出れますように。そう、選抜だからって思うでしょう。でもさ、選抜のイベント9枚目シングルのイベント7月で終わるから、8月とかまで行くと怖いから、出れますように。あと10日
ドトールドトール、出れるといいな。こんばんは。なんか今日さ、外にいてロケしてたんだけど、多分蚊に噛まれてね、めっちゃ痒い、ここが痒いです。痒くなっちゃう。どうもみんなね、無費買わなきゃ。虫いっぱいいた今日、いっぱい虫見た。虫でさ、なんか家とかに雲が出たらギャーってなるけど、そういう自然界で虫が出てもあんまりギャーギャー言わないタイプです。こっちがさ勝手に入ってるわけじゃないですか、向こうからしたら。急に人ん家入ってきてギャーギャー言われても困るじゃんね。だからあの家の中まで来られたらさすがにギャーギャー言うけど、それ以外だったら許しちゃう。許すも何もって感じだけどね。そう、こちらがお邪魔して申し訳ないって感じなので、じっとしてました。したら蚊に噛まれました。そう、アウェーアウェー私アウェーですよ。パンちゃんちの虫退治もう1年ぐらい行ってない。この前のさ、あのブルーライブでのライブの日もね、楽屋に虫が飛んでて、蚊が飛んでて、目の前がリオツンだったんだけど、リオツン容赦なくさパンってやったらめっちゃ血吸ってたんですよ、蚊が。誰かの血でも私じゃなかった。私蚊に噛まれやすい人なんだけど、昔から私じゃなかったから安心したら今日やられた。かゆいかゆいんだ。小さい蜘蛛、赤蜘蛛とか、赤蜘蛛、え、美味しいのかな。そう、O 型って座りやすいって言いますよね。でも妹ね A 型だけどめっちゃ座れるんだよね、私より。関係ないのかな。確かに虫の日だったね、6月4日本当じゃん。今日は6月7日6月7日ろ、むなしいの日。6月7日なんだろう、6月なのか。なんですか、うん、思いつかない。何の日なの今日。え、かゆい、叩いとこ。書いたらかゆくなっちゃうからダメだよ。書かないよ、我慢するよ。無理だよね、絶対書いちゃうよね。え、待って、両方刺されてるかも。こっちにもなんか跡がある、刺された、同じとこに。やば、私の肘美味しいのかもしれん。それか違う虫なのかな、蚊じゃないのかな。蚊な気もしたけど、うん。あ、今日ムダ毛なしの日なの。そんな日があるの。じゃあ覚えときます無駄毛なしの日なんだけど。じゃあ明日は何、6月8日、6、8、むむ、あ、牢屋、え、そう、私ね、蚊に、ここ2年前ぐらいにここ蚊に刺されて、蚊じゃない、あれなんだっけ、あれ蚊じゃないやつ、蚊じゃない、あ、ブヨブヨブヨにここ刺されてめっちゃ腫れたんですよ。でその時になんかの取材があって中国新聞かな、中国新聞の取材があって、もう大変大変だった。すぐ刺される。その時はね家にいたの。
そのブヨが蚊かなと思ったらブヨだったんですよね。気をつけなきゃ、気をつけようがないけど。そう、あとね2年前、いや3年前、あれはわかんない、船で公演してた頃は、ああクローゼットが映ったね。公演してた頃はずっとリュックサックの横の網のポケットのとこに無比を入れてました。液体のあのでかい、ばあちゃんちとかさ、実家にあるようなあのガチのやつ、持ち運び用とかじゃない、あの実家にあるやつね、を入れて、足の裏とか噛まれてました。だから楽屋で足の裏に無比塗ってましたよ。無比無比。ダニ？ダニ？ダニってさ、目で見えないからあれだね、刺されないと分かんないから大変よね。うん、かゆい。わかる、なんか皮膚が薄いところかゆいよね。しかもそこ狙ってくるじゃんね、刺しやすいのか。なんかここら辺もかゆくなってきた。なんか赤いもん、ここかゆい気がする。ほら赤くない、ここかゆいよ、ちょっと。やだー、やめてよ、やめてくださいよ。あっちゃさん、お断りです。やだね、美味しいのかも。いつかみんなも私の血を味わってみてください。陣内さん、薬、あ、薬じゃない、回復薬ありがとう。新一さん、ハートギフトありがとう。和之進さん、回復薬ありがとう。今日さ、ツイッターでさ、なんかツイッターのおすすめでね、めっちゃかゆそうな、かゆそうな写真が流れてきたんです。誰かなと思ったら門脇さんで、おすすめ欄に出てきたんだけど、ここのところをこんな刺されてめっちゃ腫れてる写真が出てきたの。見てるだけでかゆくなった、かゆそう。カードリーさん、回復薬、メンネギーさん、回復薬ありがとう。超かゆそうな写真が出てきた、おすすめされましたツイッターからね、見た。びっくりした、あんな刺されることあるねと思って、そしてそれを載せることがあるんだと思って、おもろかった。クロさん、ラブレターありがとう。そしたらパセリもいつか載せるわ、刺されたら。えい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 、叩いとく、ポンポンポコ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 ポン。バラちゃん、ハートありがとう。YouTube のおすすめ、 YouTube のおすすめ、最近はディズニーのなんか旅歩き5000みたいなやつばっか出てきますよ。ディズニー旅歩き5000、韓国の旅歩き5000とか、そういうのとか出てくる。あとはあの海外のさ、あの超汚いもう黒ずんだマットレスとかをこうやってなんか掃除する動画とか流れてくる、おすすめで。水でジャバ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 ってして、なんかビヨーンってなんか吸ったりして泥を落とすやつ出てくる、めっちゃ伝わる、見たことある人多分多いと思うけど、もうめちゃくちゃもう真っ黒クロスケのカーペットがもう高級なカーペットになるんですよ。そういうのとか食べ歩きとか、めっ
あんまりアイドル出てこなくなっちゃったなんか出てきたら見ちゃうから、そしたらさ、それがループされてさ、またさ、あ、このアカウントはこういう動画が好きなんだって、多分 AI が統計を取ってそればっかおすすめしてくるから、アイドルよりそういうなんかやつ出てくるようになっちゃった。おすすめで、おすすめでされて知ってフォローすることとかあるよ。 YouTube チャンネル登録、え、そうなんですよ。どこに引いてあるのって思う。え、あれって汚してるんですかね、そういう撮影のためにとしか考えられない。田んぼにつけた、田んぼに10日間ぐらいつけたでしょってぐらい、もう黒いの。え、家の中なんかあったって、屋根飛んじゃったかなぐらいの、本当にもうびっくりするぐらい真っ黒なんですよ。あれ60年とか使ってもあんな黒さにはならないでしょっていう感じの黒さ。こんばんは。お、今読んでくれたの？は、読んでくれてありがとうございます。しゅんさん、回復薬ありがとう。多分 AI がね、なんか AI 怖いなと思うのが、普通に YouTube 見とるだけなのに広告で広島県にお住まいの皆さんってのは呼びかけてくるの、 CM が。えって、私が広島に住んでるってバレてるじゃんってなって、どっかからね情報が出てる。しまってバレちゃう。あー、位置情報なのか。広島にそうじゃないけど広島の国家だらけ、それは広島に来すぎ問題だね。それはきっとそうだね。もはや引っ越した方がいい説。パセコちゃん見習って通勤で歩いてんの偉い、えらいよ。え、そう、たまに年齢言ってくるの、20代のとか。えあれ、あれつっぽかな、なんだろうね、なんでわかるんだろう。私が動画見てるやつのさ、年齢層から出してんのかな、超気になる。気になります。ブックボン我慢できそうにない、それはどうする。タイムマシーンに乗って未来に行くか。目がひょぼひょぼいってきた。大変ね、みんな遠征とかだから大変だ。クロさんありがとう。でももう無理だね、それは防ぎようがないんだ。15,000歩、おー、歩いてる。私は今日何歩だろう、でもそんな歩いてない。今日はね、今日はずっと外でロケしたけど歩いたわけではなくてね、ずっと立ち止まってもないんだけど、そんなに歩数がない人生でした。今日はお渡し会でインタビューをリアルに読み上げてくれなんだそれじゃあ別で開催しますか、パセリインタビュー読み上げ会開催するか。遠征というのは出張なの、ちゃんとお土産買ってる。22,600個、すごい、いっぱい歩いてるね。こんばんは。わあ、お腹が鳴ってる。お腹空いてきたのかもしれん。みねぎさんハートありがとう。こんばんは。
はあ、ちゃんとこの後お風呂頑張るんだ。外にいたから絶対に汚れてるんだ。アイス食べたいけど治療終わるまで我慢。我慢頑張れ。それは我慢だ。あんまりお腹鳴らなくなってる？食べてるもん最近。今まで去年とかなんであんなにお腹グーグーなってたかって言ったら、ご飯を夜食べてなかったとかでなってました。だから食べてる時はならない。最近はちゃんと食事をしてるから体重もまあそれなりに増えたけど、あの朝起きてフラフラしなくなったし、すごい良い。めねぎさんいいね、ありがとう。陣内さんタコありがとう。こんばんは。だってだって食べないと代謝が落ちるって知ったから。あっちゃさんラブレターありがとう。いやアイドルはね普通と違うからね。衣装サイズ問題があるから細くいないといけないから、ね、仕方ない。カズノシンさんハートありがとう。みんなが画面で見てるあの子ちょうどいいって言ってる人、実際で見たらめちゃめちゃガリガリだったりするよ。画面で見たら普通になるよ。しんちさんだるまありがとう、ありがとうございます。もう9時過ぎたの？今日1日早いな。早いわ。デザイズハートさんアジサイありがとう。としさんありがとう。煎じ柄食べてくれたの？私がおすすめしたやつ食べてくれたんですか？あれ癖になるよね。今日は何時に寝るんですか？みんな煎じ柄好き？私も好き。でも食べきっちゃう、あれ美味しすぎて。美味しい。コンビニでさ普通に買えるからさ広島。あとなんか普通に売ってるんですよ。街とか歩いとったらお好み焼き屋さんとかラーメン屋さんの入り口で煎じ柄ありますみたいな感じで書いてて売っとるんよ。からその度に食べたくなる。最初あんた寝るの？そんなんもう今すぐ睡眠に入ってよ。ありがとう付き合ってくれて。そうホルモンめっちゃ噛む系だね。センジカル顎を使うね。こんばんは。でも今日はもうそろそろ終わりにしようかな。1時間はしようかなと思ったけどちょっと外にいたから頭がボケーってしてきた。ちょっと早めに休もうかな。ありがとう。僕の太陽公園で着た衣装すごくかわいい。あちゃんと見てくれてる。本当に嬉しい。ありがとうございます。あの衣装はお気に入りです。みんなもパセの配信あったら寝るって言ってるから終わろうかね。みんなもお疲れ様。じゃあ壇上いきます。13位スプマンテさん、12位あ変わった、13位ジンダイさん、12位アッチャさん、11位カメさん、10位ワウワウさん、9位クロさん、8位ヤスベイさん、7位トートーさん、6位山崎さん、5位カズノシンさん、4位フクちゃん、3位ゆうたくん、2位おずさん、1位かっつんさん、ありがとうございます。ではでは
おやすみなさい。みんなお疲れ様。また明日。バイバイ。